部屋直行。ちょっと見えすぎた遅いった。見えすぎてる。だから。こけたらいいんじゃない。対日でから二人や仲良いんでさ、リブートなんだけど、こけたらみんな折れる。みんな入れてもともとは広かったね、ロビー。こちらの売店とかですね。わざわざ入らんねん。すいません、久保さん、本当は話じゃないけどね、わらんの引いてね。あの、松島の方からファックスが送ってあるよ。申請状、申請状、もちろん待つね。ねえ、あれすいません、これ大阪に行ってるのよ。あ、ほんとだ、ちょっと待って、なんか誰も持ってきていい。今日は脱ぐでええわ。こっち行きましょうか。課長、あと広瀬ですか。この人、海上保安庁の人、この背広の人、そうそう、今日はあったかいので助かるんですけどね。私これ海です。ちょっと向こうがハーバーランド。一番偉い人らしい。谷川さん。それ代表でも何もない。10人何回で構成してまして、だからその中で誰かがその代表やとか会長やとか、まあそんな置いてなくて、いや10人なんで、みんな。多分流れてますよ。だってキャンさんとヨルさんが来てくれてるもん。お通知連携してたはず。あ、コインありがとうございます。これ方向書に書いてあかんねん。なんて和やかだ。この背広の2人が海上保安庁の方。僕もね、ちょっと慌ててです。誰か持ってきてみんなそう人は出てくるから思ったんです。前はね、あれタイムライン出てないです。申し出に行ったんですよ。で、まあ、ど素人の考え方でするとね、やっぱり1から11まである第5本部へ来なければ話にならんな思って、大阪あれ出店みたいな感じやからね。ね、でもう神戸行ってくれ、神戸行ってくれよ。あ、こんにちはマダム。眩しいの。始まる前の雑談ですねけど、海猿って言うんですか、映画。海猿というのはちょっと風の音とか入ってるかな。ちょっとさすがに海っぺたなので風が強いです。褒めることだよ。漫画ですとか映画の最高です。
海猿について。それは相性みたいな感じになってる。今真逆のことやってるじゃんのなあ海猿が。もう悪の代表みたいになってるよ沖縄では。たぬきさんお疲れ様です。どうですかそっちは。そっちはなんかあの建て組織やもん。あ、太田さんも講演ありがとうございます。眩しい。第6区は関西と四国、四国は徳島、高知、和歌山は、和歌山京都が分かれてますよね、そうネットで見たけど。始まらないというか、結局あれなんですか、うちらがここにいてでお話しされる方は2人だけっていうことじゃなくて、うん、もうみんなで話してさ、ここで、うん、だから僕ら以外の団体もいろいろ持っていいんですかとか。部屋がない。ああ、お部屋用意してもらえなかった。そうそうそう、個室用意してもらえなかった。満室なんや。なんかここでまあここで全員で交渉で交渉ちゃんは公園行動です。はい、ここで抗議行動。なんかもういらっしゃる。元気か小野さん、元気か。元気になるなんて今すごいなんかパクられたらあかんね。ほんまや、なんか朝まあいかにもたぬきちゃんらしい動向が。そうだめっちゃ突っ込んでいってますやんみたいな。やばいやばい、テーマしちゃいますよってにみたいな。コピーしてくれてるわけないやろ。同じようなやっぱり放ったのは間違いだったかなってちょっとだけ思った。お渡しの写真あ、そうですそうです。お役人様たち。大きい声でね。眩しい。ちょっとからでも。皆さんありがとうございます。こんにちは。こっちに聞いてくださいね。海上保安庁の方です。海上保安庁官佐藤雄二殿。第五管区海上保安部本部長菅野浩一殿。要請書。海上保安庁による辺野古大浦湾での地面に対する攻撃行為を直ちに中止してください。暴力行為に関して事実の確認を行い被害者に謝罪してください。3辺野古大浦湾で行われている市民の工事抗議阻止行動に対する海上保安庁の妨害行動の法的根拠を示してください。私たちは沖縄辺野古での新基地建設に反対するストップ辺野古新基地建設大阪アクションです。当然ご存知だとは思いますが、沖縄県民は昨年の名護市長選、名護市議会選、沖縄県知事選、衆議院選の選挙で辺野古新基地建設のを突きつけました。1月26日に尾長沖縄県知事は埋め立て承認に関する法的瑕疵の検証のための第三者委員会設置を発表し、沖縄防衛局に対して検証作業を完了までの工事の中断を求めました。しかし辺野古現地では新基地建設
出たてのためのオイルフェンスの設置が今まさしく進行中で、会場ではカヌーと抗議船による抗議、また陸上ではゲート前を封鎖して新基地建設を阻止するための行動が行われています。4月27日にはルール違反の夜中あるいは未明に大型車の搬入や大型の台船を入れ、4月28日からトンブロックを入れるなどして県民の意思を無視する作業を進めています。海上保安庁第11管区は沖縄県民の意思を踏みにじった工事強行に抗議する市民の行動に対して暴力による妨害を続けています。すでに複数の負傷者が出ており、海上保安部を県庁に呼び、海上保安官に対する告訴も行われています。4月26日、尾長県知事は第11管区海上保安本部を県庁に呼び、異例の市民の安全確保要請をしました。海上保安庁による暴力行為を即時中止してください。また私たちは既に行われた暴力行為に関する事実の確認と被害者に対する謝罪を要求します。一つ、新聞報道等で明らかな事例を挙げると、1月29日航行中の抗議船に保安官が乗り込み、ソーダを奪い船長に座れと強要した。ポストに捕まって抵抗する船長の指をこじ開け、全治2週間の捻挫を負わせた。名前を名乗れと要求する船長に対して海上保安官は海保太郎だと答えた。2つ、1月30日抗議のカヌー隊1名から海上保安官がパドルを奪い放り投げた。カヌー隊員はパドルを取ってくれと要求したが応じなかった。その場で抗議を行ったが謝罪はない。3つ、2月2日抗議のカヌー隊8名に対して飛び乗る、転覆させる、海水を飲ませるなど暴力行為でゴムボートに拘束した。リーフ街沖合4キロまで運んだ後、ゴムボートから降りることを強要し海上に放置した。これらはほんの一例ですが、いずれも市民の生命を脅かすものです。断じて許しません。事実確認を曖昧にすることは人命軽視そのものです。そして海上保安庁は辺野古大浦湾での市民の抗議阻止行動への妨害行動の法的根拠を明らかにしていません。法的根拠の明示を要求します。現場では抗議船に海上保安官が乗り込み、船長からソーダを奪い勝手に進路を変更することが日常的に行われています。海上保安庁保安法第18条によれば、海上保安官が船舶の航路の変更、指定した場所の移動、進行の開始、停止などを強制できるのは、海上における犯罪がまさに行われようとするのを認めた場合、または天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であって、人の生命もしくは身体に危険が及び、または財産に重大な損害が及ぶ恐れがあり、かつ急を要するときです。海上保安庁は抗議船やカヌーを海上保安法保安庁法第18条に該当すると考えているのでしょうか。以上、誠実なご回答を求めます。ストップ。辺野古新基地
建設大阪府省呼びかけ団体を読み上げます。一度国基地を絶対作らせない大阪ホーム、沖縄子どもに新選挙を目指す関西連立団体、しないさせない戦争協力関西ネットワーク、沖縄意見広告運動関西事務所、ジュゴン保護キャンペーンセンター、日本キリスト教団大阪教区沖縄交流全体委員会、日本キリスト教団大阪教区社会委員会、沖縄の栄え日の子につながる奈良の会、反対交流連絡会、救助解禁措置共同行動、浜ヶ崎日雇い労働組合、辺野古の海に基地を作らせない神戸行動、以上です。カヌー隊に入っていろんな行動をしてました。それを見て聞きました。私もインターネットとかそういうので動画を見たり、いろんな人が発信するのを見ました。海上保安庁っていうのは私たちの生命を守ってくれる、海の危険やそういうものから市民を守ってくれる大切な人たちだと思っています。そのためにいろいろ訓練された方がたくさん集まってられるかと思いますけれども、どうして自分のためではなく、これからの日本のため、大切な海を守りたい、人の命を守りたい、そう思っている人たちを傷つけるようなことをするんでしょうか。本来の海上保安庁の意義、目的に戻ってほしいと思います。そして何よりも戦争につながる新しい新基地を埋め立てる、新基地に立てる海を建てることをやめてください。海上保安庁にそのことを埋め立てるのを中止するということを、でも聞いてもらえるのかどうか分かりませんけれども、せめて今妨害することをやめてください。よろしくお願いします。これで、あらかじめファックスで送ってくださいということやったんで、回答を用意してあると思うんで、文書で回答ないしは口頭で回答お願いします。第5管区海上保安本部では辺野古の件に関しましては直接お答えできる立場にありませんので、上部機関に報告させていただきます。こういった市民の皆さんの意見があるということは上部機関に報告いたします。それしかし事前に送られてて、いまだ上の上部機関には報告されてないんですか。受け取って今初めて受理という形で、これから今日が受理という、ご返答は願えるんですか。それに対して上部機関に報告します。我々では上部機関からこちらの方に連絡があるということはありますか。直接あるのか、今もどうしたかは分かりません。上部機関に挙げたやつの回答をもうて、次回の交渉の日にちを決めてください。こちらから日にちを決めます。いやいや、今決めましょうよ。ですからこちらは上に報告しかできませんので、上から回答もうたやつを代弁してくださいよろしい。いちいち東京行ってられへん。だから余裕時間をちょっと見て、いつぐらいだったらいい。向こうへ上部に上げてその返答を聞いて、いつぐらいだったらいい。そういうことです。松川さんになったかな、出場になったかな、名前。谷川さん。谷川さん。めちゃくちゃ、谷川さん。谷川さん、上部機関にあげるもあれやけどね、沖縄に第11管区に、第5管区からには、こういう市民からの要請がありましたというのは、こちらから直接向こうには言えない。
1巻にですね、はい、あれね、全国動員やってんのから第五管区は関係ないということはないでしょ。第五管区からも行っとんねんで、誰か派遣してはんの、それは全国で東京の方でハンドリングしてやってます。大阪からも何人かは行ってるってこと。具体的なあれは何だ、行ってるいうこと。第五管区から行ってるのが全国動員やねんから、だから我々関係ないとは言われへんわけや。当事者やな、実際にやってんねんから、妨害行動、暴力的に。第五管区から の申請書に対するコメントというのはいただけますか。まあ、第五管区からといわゆる谷川さんからとかは何か思われてることとか、人として何か。我々も組織ですね、会社マンション全体でやってることです。交換として行っている行動ではありません。そういう暴力行為も海上保安庁全体無視でやってるんですか。個々の隊員の判断じゃなくて海上保安庁全体の命令でそういうことやってるわけ。そうです。事実関係は我々は報告活動に行くわけじゃない。事実関係を調べなあかんやんか。もし不当なその市民に対するこういうことに対する暴力行為があるかどうかということを調べなあかんやん。マスコミでも報道されてるやんか。それともそういう行為やれっていうふうに上の方から命令されてるわけ。事実関係を把握した上で、事実関係を把握して回答してくれるっていうことですよね。一週間後ぐらいでよろしいかな。いや、ちょっと期限はこちらでは決めない。幅持って、まあ、1週間か半月ぐらいの間で行きますやろ。そのファクスでポッとすぐ送れんねやもん。それでまたこちらから連絡して回答もらうというふうにしましょうか。で、窓口は谷川さんでよろしい。窓口になってくれたのはどなたの。ごめんなさい、お名前何だっけ。久保さんね、谷川さんと谷口さん、久保さん。事実関係把握するのに時間かけるのはいいよ。せやけどその間にですよ、同じことが繰り返されたり、もっと大きな犠牲が出るっていうことやったら絶対あかんのよ。僕ら それで来てんねんから。今五巻から11巻に送ってるってことお認めになったんですよね。当事者としての責任があるってことお認めになったんですよね。そこ一番知りたいんです。第五管区管内から行ってるんですよ、海猿が。全国動員なんですよ。認めたんやもん、これ。認めましたね。そこに絞ってるですから、回答いただかないと。どうかも明日、誰か死人が出るかもしれないとかいう緊迫した状態なんですよ。ほんまに死人出るか分かりませんね。そうされたと。死人出ることやからね。外洋に出されてね、潮の流れと波の大きな外洋に出されて放置されてるわけですよ。死者出るって本当に今現場では言われてるわけなんで、そこに五感がかかってるわけでしょ。当事者としての責任あるじゃないですか。海保の方は訓練された人たちだから、ちょっとや外のことで大丈夫だと思いますけども、みんな一般 の若い一般の人たちなんですよ、市民の。その人たちが何とかしても止めたいって言っていてるのに、そういうとこに沖合に連れて行って放置するとか、本当に波が高くってそのままだったら沖合に流されてしまったら、もう誰も助けに行けないんですよ。で、暴力を振るって肋骨を打ったとか頸椎に打たしたとか、そういうことが日常的に行われているので、それは本当に自分の立場とか、そういう国の決めたことだとか、そういうことじゃなくて、もっと真剣に考えてほしいです。代用から辺野古崎に戻る通路をね、水路を塞いでるわけですよね、今入れないように。だから23時にすごいことをやってるわけなんで、やっぱりちゃんとこう一回答えていただかないと、僕ら
まるな。じゃあ法的な根拠を説明してくれって言ってんですから、法的根拠で動いてらっしゃるはずですから、でここからも言ってるんでしたら、ちゃんと根拠で説明してください。上にあげるってどこにあげるんですか。上ってどこ。はい、ワンジュー、ワンジュー方式見解を出すということですね。そのように理解してほしいですね。出すか出さないかは海上保安庁が出すか出さないかは海上保安庁が決める。出さないということもあるというふうに理解してもいいんですか。自分たちのやってることの根拠を説明しないとできないというふうに理解されるような事態が起きても構わないということです。今やってることについてはもう根拠はありませんというふうに多くの人たちは理解するに決まってますよ。答えないというのは現実に起きてるわけじゃないですか。毎日毎日本来の業務と違うことをやってらっしゃるわけだから、本来の業務と違うことをやる以上はそれに対する法的根拠があなた方は公務員です。きちんとした一つの法的な拘束線の中で動いてるんですから、それを説明する義務があるわけですよ。その義務を果たすという意味において果たさないという回答は全く無法ですよ。私があなたのことを今から車に乗っけて3時間ぐらいどっか連れてって放り出して、それでこれ何の罪もならないということはありませんよ。拘束して拉致して放り出して、これは何も法的な説明はできませんというのと同じじゃないですか。それじゃあ大丈夫なんですか。身の上やからね。だから拘束してるわけですよ。拘束をなんで拘束してることについての法的な説明ができないんですか。身体の自由を奪って意思に反して遠くまで持ってって放り出してるわけじゃないですか。これは拉致じゃないですか。一つ海の上でだからその法的な根拠を説明してくれというふうに言っとるわけです。この要望書に対しては事実関係も含めて改めてお願いします、ね。なんですね、ほんまに。15歳から80歳まで小舟で抗議してる。沖縄タイムズ撮ってるか、俺撮ってる毎日。怖いでも見えてる、うん、この上何ついたと思う。海保が怖い、うん、自分の問題として考えてくださいね。当時やねえから第一管区から第十次管区まで全部出しとんねえから海保が。これの5倍ぐらいあるごっついやつ乗ってやってるのよ。あれは全部我々の税金やれね。どうあれ関係ないと言われへん。辺野古沖でのね、今のこの波状警備は南西諸島での有事訓練のためのその模擬の想定の訓練のため の, あの配備の強化だっていう話もちょっと流れてるんですけど、そこら辺どうですか。あの中地間の警備については、我々でどうこう言える立場で、そこで送られるわけですよね、五感から送ってらっしゃるんでしょ。どっから送れって指示が来たの。何をする。こっちから人員を送ってるわけでしょ。それは本庁からやん。本庁から来たんだったら行くにあたってちゃんと指示書来てるわけでしょ。警備行動で行かせてるわけですか。海の安全確保なんですか。どっちかちゃんとしてくださいよ。可能性を排除する目的で行かせてるっては書いてないと思いますよ。でもどちらかの目的がなければ派遣できないでしょう。勝手にだったらその心身もちゃんと今度明らかにしてくださいよ。全国に動員かけました、目的はこういう目的で動員かけてますと、その目的と 現実に行われていることに齟齬があるならば法的根拠を説明すべきですよ。それがあなた方の仕事じゃないですか。
それはね、ビニールサイズにね、きちっと書かれてますよ。それはあの館長がやることやから。ね、あの第5管区からね、うん、1週間合体で5人ずつ出しなさいと。出張手当は1日ついていくらですと。ね、宿泊場所はここですと。このことを3ヶ月続けてくださいと。第7管区はこうですという一覧表が全部流れてきてるわけや、本省から。でそれに基づいて誰を送りましょうかということをまた第5管区から下の方に送ってるわけやから。そうせんことな組織で動けへんやもん。だ当然そこには目的書いてあるはずじゃないですか。目的が、目的のなしに人を送るわけないわけだから。だったらその目的と現実に行われていることがどういう法的な整合性があるかということも説明せな困るわけじゃないですか。なんか全然間違えたこと言うてないつもりですよ。あなた方も立場に沿って問題立てて答えやすいように質問してるわけだから。僕らの避難して突き上げるとかっていうのも神戸市民で兵庫県民だから自分が加害者になってるという気がするわけですよ。他から言っておられる方たちがね、こういう暴力に加担しておられるっていうことが自分たちの責任だと思う感じてるわけですよ。だからそれ僕らにやっぱり説明していただきたいんですよね。説明責任っていうのがあるんですよ。責任なんですよ。これはどうしようもなくあなた方の責任です。上にやるならば、まずやっぱり理解を得るように、そういうふうに行われることについて、法的根拠がなければ、直ちにこちらの管区としては、派遣目的と現実が違うということを上層部に言うべきですよ。同じトマトの、管轄下の人たちだって、危険にさらされるわけですから、そんなところに人を送ってて困るわけですよね。事実関係を確認してって言うんだったら、やっぱり事実関係はきちんと説明もできる確認ということで、説明しないということであるならば、説明しない理由をはっきり説明する必要なしということであれば、それはそれなりの理解ができる。説明できないんだなということ以上に私たちは大いに訴えますよ。無法だと。暴行障害じゃん。何の法的根拠もなく拉致暴行をやってると、海上保安庁はそういうとこだというふうにどん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 世間に広めますわ。私はあの保安官の人が全てそんな暴力を振るいたいとか痛めつけてやろうとかって思ってるとは思わないんですよ。絶対その人たちも嫌だけどもやらなくてはいけないという、そう、上から言われたから命令だから、これの組織に寒かったら自分の職がなくなるとか辛い思いをしてやってる方もいらっしゃると思います。その方がきっとこの先自分はあの時あんなことをしてしまったと思って PTSD になるとか、自分のこう 将来を絶って心にすごい傷ができるのもそれも嫌です。だからそれは言われたことだから黙って仕方がないじゃなくって、中の人たちから自分の思ったことを少しでも言ってあげて、それが大多数になればそういうことって覆ることがあると思います。だからきっとそういうことを一人一人考えてほしいです。お願いします。何かあのどうぞ。すいません、小山市とこの後の業務分かってんのよ。まとめようもって何かありませんかって俺が言うたってんねやないか。君の立場に立って何かないか。ええか。ほな、まあ、またあの松島の方からあの連絡取って、どっか会議室でも取っといてもらって。まあちょっと今年の中はまだ工事が続きますので。よいしょね、よいしょね。工事も長引いてるって聞いてます。あれなんか2月の28日までかなんか書いてあったで、まあ、計画は、うん。よし、頼ました。よろしくお願いします。はい、どうも。回答よろしく。そういうわけで、神戸での講義は以
一応終了というわけで、風が強いのは仕方がない。ここ海です、海ベタです。で、なんか工事中なので、あの部屋を用意してもらえなかったそうで、でまあこんな外で要請書手渡しになりました。おー、たぬきさん暴れてますか。では一応これで終わりです。こういう風にね、あの皆さんの税金で工事してるわけです、はい、でとってもとっても入りにくいことになっています。思いっきり回らないとダメです。ということで、まあちょっとここでアピールをするのかな。じゃあこれを見ながらとりあえず終わりますね。ご視聴ありがとうございました。あ、でもあれかな、ご挨拶した、ちょっと待ってくださいね、なんか挨拶しはるみたいやから、違うんかな。なんかトラメが用意してはるから、なんか あとか言ってるから。皆さん、ご苦労さんでした。それでは、海上保安庁に向かって、抗議の意思を示しましょう。シプレヒコールのお時間です。トラメが向こう側に出ます。海上保安庁は辺野古での暴力をやめよう。海上保安庁は辺野古での暴力をやめよう。海上保安庁は辺野古での暴力をやめよう。海上保安庁は、ありがとうございます。私が操作を間違えなければ。自分の住む海を守るぞ。辺野古新基地建設を許さんぞ。辺野古新基地建設を許さんぞ。海上保安庁の弾圧を許さんぞ。海上保安庁の弾圧を許さんぞ。
けで、これにて新基地、沖縄辺野古新基地建設反対抗議行動は終わりでございますね。ありがとうございました。まあ、そこそこなんか今あのたぬきさん殺人ペッパーの上であの揉めてる。これやっぱ鼻高かった。これ入れないね。大丈夫かしら。暴れてる。暴れてるってかなんか。そこ排除されると思うんだけど。なんか内豆さんが。というわけで、はい、どうも皆さんありがとうございました。失礼いたします。